怪我ないか？大丈夫。あなたは？平気や。おい、リーさん。無事やったか？早かったな。あの闇医者は？大丈夫や。仲間が見とる。それより車や。まだ追手が来るかもしれんのやろ。うん。車はあれや。ちょう待っとれ。こっちや。さて、ほんなら楽しいお遊びに出かけますか。おい、おまるさん、出して。チェックアウトや。真島くんも一緒に出るで。なや、誰もおらんのかい。しゃあないな。勝手に出るで。ちゃ、逃げや、西谷。あなやねんな。おちゃん、お前ビリケンさんには用をしてもろたんですがね、娘が大学行きたいなんて言うもんでして、ちょっと気張らなあかんのです。何言うとるんや。あんたら殺したらビリケンさんからもろてた小遣いの100倍くれる言わはるんですわ。やっぱ東京の人は羽振りええんですな。お前買われたんか。誰にや。あかん感じやないかい。にしたな。昔おっちゃんに言われた通りや。悪いことばっかりしてたら罰当たんな。なあおっちゃん、真島くん、わしはこのアホンドラと肩をつける。西谷、あんた思いっきり暴れたらええ。思いっきり楽しんだらええ。ヤクザなんぞどうせ早死ぬんや。なら後先考えんと。自分の道前に進めや。何言うとるんや。さっさとくたばらんかい。真島、誠っち女生かした責任きっちり取っとらんかい。行けや真島。
許してくれ。頼む。どこだ。わかりませんよ。もう橘を裏切って俺についたんじゃなかったのか。なんですぐ俺に女を落とさなかった。あんたらが世羅に先越されたからでしょ。教えてやったのに、もっと早く女捕まえてくれてりゃ俺は大阪に来るまでもなかった。鬼神会の西谷ってのが大金払ってやったのに下手打ってな。まあ下手打ったな、お前もだ。じゃあ次、六本目行こうか。ああ、七本目もまとめていっちまった。指先は神経が集中して痛みを与えるのに最適です。まあな。手の指と合わせて残りたったの8本全部潰れるまでに私の口割れますか。舐めやがって。いい加減開けやおら。牧村誠はどこだっつってんだ。私に泣き入れてないで、ちゃんと仕事しないと。渋沢さんに怒られちゃいますよ。あなたも後がないんでしょう、久手さん。この野郎、殺しちまったら何も聞き出せねえだろうが、てめえを殴るしか能がねえのか。お、あと少しで口はありますよ、こいつは。まだわかんねえのか。拷問が通じる男じゃねえよ。いい加減他の手考えろよ。ちょっと何する気ですか。情報を引き出す前にこいつがバカに殺されたとあっちや、この俺がいい笑いもんだ。てめえ笑ってんのか。おい、何見てんだおら。バカ野郎が。立花、すまね。
遅くなった。謝ることありませんよ、キリュウさん。おい、立花。よせ。妹がすぐそこまで来てるんだ。ずっと会いたかったんだろう。今連れてきてやる。錦頼む。誠をここに。わかった。もう間に合いません。立花。キリュウス。ラオグよ。あやつってのは、ドージマ、総兵です。なんだと？クゼが言ってました。すべての人は、ドージマが引いています。クガ様ぞ。するためにあなたに殺しの濡れ衣を。おい、立花。なんだこんなこと。立花、お前の妹は必ず俺が守る。約束する。絶対に守るからな。叩き潰す。それが俺の覚悟だ。小僧がとうとう化け合った。本物の極道に。キリュウ、お兄ちゃん、お兄ちゃんは？お兄ちゃん、どこ？
お兄ちゃん。天野、お前か。踏んだ。余計なマネしていたねえぞ、おら。島野が始末したはずの男がこうまで俺に盾ついてくるとはな。マジば。おかげで阿波野も使い物にならなくなっちまった。島野も消さなきゃならねえ。面倒ばかりだ。堂島宗平。マジマ。親父、日教連の世良から伝言を預かってきました。ほう。東城会内部に関西と通じてる裏切り者がおるそうです。殻の一粒を近江連合に売ろうとしたその人間を島の組で突き止めてほしいと。そんな話ようのこのこ言いに来たな、真島。セラは親父に身の潔白を証明してほしいと言うてます。おもろいやないか。せやけど俺は何があっても親父の子ですわ。せやったらお前、わしの身代わりになって死ぬこともできるな。ええ、ただ一つだけお願いがあります。西島の兄弟に俺が謝っていたと伝えてください。これがわしの答えや。セラに言うとけ。殻の一粒も近江の本部長もわしには何の関わりもない。お、親父。お前に一つ教えといたる。ただのし上がりたいだけやったら目先のことだけ考えとったらええ。せやけどてっぺん取る気なんやったら勝ち方を考えなあかん。三日天下やない、ほんまの天下の取り方をな。
風間と日教連の時代は長くは続かん。10年後は島の組が天下取ってるはずや。真島五郎中最強の武器が手に入ったんやからの。可愛い子には旅をさせろっちゅうのはよう言うたもんやなあ、真島。なんだそのヘンテコなジャケットは。グランドで働いてた頃の控えめさはどこ行ったんだ。ほっとけや。俺は決めたんや。何が正しくて何が悪いかわからんこの街で、誰よりも楽しく誰よりも狂った生き方したるってな。はあ、お前はもっと地味な男だと思っていたが、まあそれも悪くねえ。まあお前とは妙な体験しちまったが、これからは同業として陰ながら応援すんぜ。関西で暴れたい時は連絡よこせ。そんなもんいらん。できることならもうあんたとは死ぬまで会わんでいたいもんや。確かにな。まあお互い敵も多い身だ。せいぜい死なないように頑張ろうぜ。あんたは死んでも死なんやろ。そうだな。ほな、またな。大きにやで、佐賀。は？何言ってんだお前。あんたは何があっても諦めへん執着心の塊のような男や。あんたには諦めんことの重要さを教わったわ。俺も執着するで、真島五郎っちゅう男の生き方に。好きにしろ。待ってるぜ、マジマちゃん。はあ、ずいぶん早いお迎えだね。さ、俺も行くか。なあ。